朝焼く
改めましてこんばんは、沼津と申します。今日は、初めてのナインスパイス突破ありがとうございます。ぜひこの後3曲全力でやるので耳で聞いて覚えて書いてください。続いての曲、5月の歌。
意味があるんだ。心の穴を埋める一歩、広げそうなパン。Bye.